こんにちは、カンドです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、大阪の業者さんっていうのがね、この手ぬぐいの抽選、本染めは多いんですね。でそのお話なんですけども、実を言いますと、抽選って言ってこの注ぎながら染めるっていうこの本染めの技法で作れるところっていうのはもう全国で30件ないって言われてます。もう下手すると20件ぐらいじゃないかなって、染料屋さんなんかの話ではそういったところなんですけども、その中でですね、関西、大阪ですよね、で作れるところっていうのは実は10件ぐらいあるんですね。もう言えば半分ぐらい、全国の半分ぐらいがこの大阪の、地区で、境の方の地区で作られているんですね。ですから大阪の業者で作るっていうとなんかちょっとね、関東の方から言うと遠い感じするんですけども、実はもう本当少なくなっている業者で、もうほとんどがこちらの方で作ってる、大阪の方で作ってるっていうのが現状なんですね。ですから、枚数もたくさん作りますし、抽選の技法っていうのも、昔からはもうその変わってないんですが、やっぱり職人のやっぱり腕っていうのはやっぱりたくさん作れば作るほど上がってきますのでね。ですからそういう意味では関西で作るっていうのは本当真っ当なことなんですね。言いながら地方では全然ダメだって、そんな言い方じゃないんですよ。地方でもたくさんうまいところもありますし、たくさんやられてるところもあるんですが、関西ではね、だからそういう形で組合で10件ぐらいはあるんですね。ですから、たくさん全国からこう集中して作っているっていうのがこの関西の線工場の特徴なんですね。ですから通販とか、あるいは我々のような業者で、にお尋ねいただくと、その中でですね、そのデザインに合った一番いい工場っていうのは我々の場合はですね、我々の場合はその中でお客さんのデザインに合った一番いい工場を、紹介して作ってもらう、そういったところで作ってもらう、その辺の、工場のですね、うまい下手、あるいは、こういったデザインだったらこの工場うまいとか、こういったデザインだったらやっぱこっちでしょみたいな、やっぱりそういうのもやっぱりあるんですね。やっぱりその辺の腕の違いがあるんです。ですからその辺っていうのは分かっているのが我々のような業者になりますので、そういったところにお願いする、そういったところで尋ねるのが一番いい方法だと思います。間違いない方法だと思います。ぜひそんなんでね、作ってみてください。よろしくお願いいたします。